忍者ガイデン3では、刀にフォーカスしたゲームにしようということで、動き始めました。アクションパートを作る上で、刀にフォーカスしようとして動き始めました。世の中にはいろんなシューティングのゲームなどありますが、それらは全ては、銃を使ったり、銃の種類はいろいろありますけど、さまざまな銃で敵を倒すというものが、多いですけど、今回ハヤブサが刀で人を殺すっていうところに、フォーカスして、アクションを作り始めました。ということでハヤブサの武器に関しては、全て刀にフォーカスする形で考えています。銃とは違う刀の距離感、刀で人を倒す殺すっていうところに、重点を置いて焦点が当たるようなアクションを組み立てています。前作では刀の切れ味といい、刀の欠損、敵の欠損などを表現しましたが、今作では刀の切れ味というところではなく、刀を使った骨を切る強さというのを表現しました。そうですね、やっぱり昨今 TPS っていうのが流行ってるんですけども、やはり忍者ガイデン刀で切って切って切りまくるというゲームなんですけども、こういうものがやっぱ少なくなってきてると思うんですね。なんでやはり忍者ガイデンはそこで面白さをユーザーに提供するっていうところを目指しています。でただやっぱり切って切って切りまくる、ただそれだけでは面白くないので、忍者ガイデン3ではインタラクティブな部分というのをより増やしています。いろんな形でバトルに入っていったりだとか、バトルの中で敵がいろんなリアクションを返してくるといったものも、随時盛り込んでいっています。またボス的には攻略法をたくさん持たせ、プレイヤーが考えながらアクションをできるように、ハヤブサのモーションも、たくさん用意しました。 Get out of there, Hayabusa. Regroup. No. You take this thing down. Just a swing. Amazing.忍者ガイデンはやはりこれまで難易度が高いことで非常に有名だったんですけども、やはりそこがどうしても、維持簡単にプレイしたいという人たちに対してやっぱボーダーを上げてたと思うんですね。なんで今回、ヒーローモードというものを用意してまして、これはいろんなサポート機能をユーザーに提供して簡単にそして楽しくプレイしてもらえるっていうようなモードを用意してます。ただこれは単純に簡単にするということだけではなくて、そうですね、これまで難易度を求めて忍者ガイデンプレイしているバトルゲームの人たちに対しても十分納得満足してもらえるような難易度というのも用意します。 Where you go, bodies lie in your way.